はい、こんにちは、ピカですけどね、 GTA やってきてます。 GTA をもっとてんこ盛り超最高画質でやってますね。で、今ね 2080Ti これを使って FPS が28ぐらいしか出てない。今日ね何をするかっていうと、3090をね手に入れられたんで、それに変えてねどのぐらい FPS がね増えるかっていうのをやっていきたいと思います。まあめちゃくちゃ綺麗だけどねこれね今ね。でもさ、やっぱりちょっとこう振り向くとカクつくなーみたいな感じあるよね。なんでちょっとね一回車にも乗って違いをね確かめるために、ちょっとすいません、このなんか変な車ちょっとお借りしますね。すいません、失礼します。はい、じゃあちょっとねこれで走ってどのぐらいのね感じ、どのぐらいの感じなのか。カックカクやね、カックカクやね。 27fps。やっぱでもリアルだなこれ本当に。行け走れ。まあどこもかしこも無視して右側、右側通行かよ。やっぱ左側に通行に慣れてると、行け、すり抜けろ、いいやんけ。おう、まあまあでも、まあでもプレイできないことはないね。あ、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 気のせい気のせい。よいしょ。いやーちょっとカクつくね。うん、まあ一応今ねちょっとノーマルのカーモードとか入ってなくてノーマル状態なんだけど、すいません、なんかちょっとね不適切な言葉遣いがあったようですがご了承くださいね。まあ、こんな感じかね。いや綺麗だなやっぱり。あ、いいじゃないですか。あー、危ない危ない危ない。ドア開くときねちょっと後方注意だね、後方に注意しないとダメだね。めっちゃカクカクやな、カクかっこいいやなこれ。Let me ask you a question. I totally agree. どうしたどうした。What is the point of your life? Where do you? なんだろうね、なんだろうね。どこに幸せ、なんかすごい君たち会話してんね。こんな路上で。うん、すごいね。すごいわ。ちょ混ぜて。すごいな。ええええ。なになに、どうした。なんで急に。真実は無視できない。ああ、すみません、路上喫煙、あ、すみません、それ路上喫煙禁止なんでね。はい、ね、ちょ喫煙やめてもらえますか。いやいや、だから喫煙はねやめていただきたいんですよ。路上喫煙禁止なんでね。なんならちょっとそこのねうちのジムに来て、うちのジムに来てね、なんなら文句あるならねスパーリングしましょうよ一緒にね。マジで Trees can talk, but only some people can hear. やる気満々だから俺、やる気満々だから。ちょ、すいません、路上喫煙やめてもらえますか。ねえねえ、路上喫煙やめろっつってんだろ。ねえ、ちょっと待って、何言ってんの。いやだから路上喫煙、あ、タバコ捨てましたね今。その吸い殻ね、その吸い殻ね拾ってもらえますか。あ、すいません、やるんだったら、やるんだったらあのジムに来てスパーリングしましょうよ。ジムに来てね、ジムでやりましょう、ジムでね、ジムでやりましょう、ジムで。総合のルールでいいですか、総合のルールでね、総合の蹴りやりのね、総合のルールでいいですか。総合のルールで、あ、警察来ちゃったんでちょっとすいません。あ、痛い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 
3090にね変えていきたいと思います。これでねどうなるかやってみたいと思います。あ、ちょっとすいません、ちょっと警察来ちゃったんで俺これでちょっとね、あ、すいません、ちょっとどいてもらって、はいはい、ちょっとこれでね逃げますね。はい、ということで裏もね交換していきたいと思います。はい、ということでこれがね3090ですね。 MSI のしかね在庫がなくて手に入れなかったんですけど、早速開封してつけていきたいと思います。片手で開封できんのこれ。よっ、ほっほっ、価格がね236,000円かな。でかっ、何これ、何が入ってるのこれ、何これ、こんなの入ってる、でかっ、でかいわ、うわ、でかっ、すごいなこれ。これをね早速つけていきたいと思います。はい、こっちがね外した 2080Ti ですね。でこっちが3090。大きさ的にはまあそんなにね、これまあちょっとかなりでかい方のね、まだ1ヶ月前に買ったばっかりなんだけどね、うん、17万いくら18万ぐらいかな、高っ。こっち236,000円、高っ。ということでね、まあ、これをねくっつけていきたいと思います。はい、3090つきましたね。どうですか、ちょっとでかいよね。で電源がね3つなんだよね。急遽今挿してねつきました。で、CPU が9900じゃなくて 1900X ってやつかな。はい、でマザーも最新のね Z490 のアズロックのマザーだね。はい、で、メモリーがちょっと今消してるけどね、電気ね、コルセアの3200の8ギガを4枚みたいな仕様ですね。電源が1200かな、1200W、まあ、あればまあ足りるかなというところですね。はい、そんなんでね、とりあえずどんな結果になるかやってみたいと思います。これね、まあちゃんと動いたら本格水冷にね変えるつもりでいます。でね、これもね SLI にしようかなという計画になってます。はい、じゃあねゲームの方やっていきたいと思います。はい、ということで3090に変えてきました。ぬるぬるだよ。でもねちょっと残念なお知らせがある。 FPS がねどうやってやっても表示されない。どういうこと、どうやってやっても表示されないんだけど、ちょっとオーバーレイがうまくいってないみたいなんだよな。なんでちょっとね残念なことにそういうね結果になっちゃってるけど、あ、もう全然ぬるぬる。まあだから倍ぐらい出てんな、 60fps はあると思うなこれ。うん、すごいぬるぬるだわ。はい、でね今日の動画おそらく 4K で上がってると思う。なんで、4K でねこれだけ綺麗に映るということが分かりましたね。じゃあ早速ちょっと車にもね乗ってみましょう。どれがいい、どれ乗る、どれ乗る、とりあえずしょぼい車でいいね。これ乗ってみようか、これちょ引かないで引かないで、ちょっと今ねちょっと車をね、はい、自分の車乗ってるから。さあやっていこう。FPS 出ないのちょっと残念だな。どのぐらい出てんだろうな、もう全く分かんないわ。ちょっとねオーバーレイがねできない。うん、シャドープレイの FPS 表示もスチームの方のねオーバーレイ表示も両方ともできないから、まあなんか同じような関係の不具合だろうね。あ、もう全然滑らか。あ、これはね価値あるね。これだけの最高画質でこれだけ滑らかに動くのはすごくない？いや3090すげえな、やっぱりすげえわこれ。いや超綺麗。あ、ちょっとごめんなさいね、ちょっとね今ねディスプレイがディスプレイが 4K 出るディスプレイが今ちょっと手元にというか、ちょっとね今事務所で撮ってて事務所にないんだよね。だから
ちょっとね、あの緊急対策用の 4K のテレビでやってて、ちょっとね、分かったことがある。テレビだと反応がね、遅いんだよね。あの、なんていうのかな、表示するまでにタイムラグがありすぎて、だから運転めちゃくちゃできないっていうね、ことが分かった。うん、つまり、ゲームをテレビでやってる人、これ相当やばいなってね、タイムラグありすぎるなって思うな。液晶だったらいいのかもしれない。これでもなんか、なんだろう、有機EL だから余計にね、遅いのかもしれないね。いいじゃん、いいじゃん。ぬるぬるだわ、マジで。あ、ごめんなさい。ごめんなさいね。あ、ごめんなさいね、ごめんなさい。ちょっと視点変えてみようか。視点変えたらやりやすいのかな。めっちゃリアルやん。やばいな、このリアルさ加減。わ、かっこいい、この車。何これ。ラギー、表示がラグいんだわ、表示が。もうマジで表示がラグくて運転できねえわっていうレベルだわ。ちょうどいいパワーだな、全開するの。ちょっと雨降らしてみようか。雨降らしてみよう。雨粒とかね。あ、カクついた。今のは加速。やるか。あ、ごめんなさい、ちょっとね、ちょっとどいてもらっていいですか。こっちのスポーツカーに乗りたくなってきた。いいじゃん、いいじゃん。ラギーわ。晴れにしよう。晴れの方が気持ちいいわ。あー、綺麗だね、ほんと。色も鮮やかだな。ラギーだけだ、ラグくて運転しづらいだけ、ディスプレイのせいで。あー、気持ちいい。なんか GTA がフォルツァホライズン4みたいだな。じゃあフォルツァホライズンでいいじゃんっていうね、話はある。あ、これはいいね。3090すげえいいわ。やっぱりこの進化すごいな、ほんと。もうちょっとこれが、まあ、10万円ぐらいで買えたら。危ないよー、やめてよー、やめて。ラグくてカウンターが当てられない。めちゃくちゃラグい。はい、ということでね、やってきましたけど、いかがだったでしょうかね。3090ね、すごくいいんだけど、ディスプレイは有機 EL はね、ラグいっていうね。これでもゲームモードにしてんだけどね。はい、っていうことが分かりました。で、GTA はね、新しい GTA のね、6が出るみたいだよね。こんな感じのね、超リアルなオープンワールドでね、車を乗り回せるっていうね、ゲームになると、まあ、またね、車好きにもね、楽しめるんじゃないかと思います。はい、ということでね、またね、これになっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。こういうゲームだったんですよ。忘れてたわ。